話をしよう。あれは今から36万、いや1万4000年前だったか。まあいい、私にとってはつい昨日の出来事だが、君たちにとっては多分明日の出来事だ。彼には72個の名前があるから、なんて呼べばいいのか。確か最初に会った時はイーノック。そう、あいつは最初から言うことを聞かなかった。私の言う通りにしていればな。ま、いいやつだったよ。セムヤザ率いるグリゴリの天使たちが打点し、地上界に逃れたのに気づいたのは、神のもとからあらゆる知恵が持ち去られた後だった。そう、今のようにエルダー評議会はその混乱を収めるため、大洪水による地上界そのものの浄化を議決した。しかるに神は天界に仕えるただ一人の人間の願いを聞き入れることとし、彼にもう一つの選択肢を提示した。神は彼に言った。堕天使たちの魂を地上界から回収せよと。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。立て、イノック。安心しろ、チャンスは一度きりじゃない。
いい知らせだ、イーノック。今すぐ立てるか。今度こそ楽しい旅になりそうだ。あ、いや、こっちの話だ。お前は下へ降りるのは久しぶりだろう。私はそうでもないが。イーノック、そんな装備で大丈夫か。一番いいのを頼む。さあ行こう。少し話をしよう。イーノック、彼らが見えるか。まずは彼らの元まで進んでみろよ。お前たち人が道具や武器と呼ぶものは全て天界の知恵が根源なんだ。今から何千年経っても人がたどり着けない神の英知さ。イーノック、あいつらのいるところまで飛んでみろ。さあイーノック、自由に戦え。イーノック、人が持つ唯一絶対の力、それは自らの意志で進むべき道を選択することだ。お前は常に人にとって最良の未来を思い自由に選択している。なかなかやるじゃないか。素手でそれだけやれるなら神の武器も使えそうだな。そいつはアーチ。堕天使たちが盗んでいった知恵の一つだ。うまく使いこなせよ、イーノック。セムヤザ率いるグリゴリの天使たちが堕天し地上界に逃れたのに気づいたのは神のもとからあらゆる知恵が持ち去られた後だった。そう、今のように。